ちらのアイパルの場所は以前戸田市役所のあった場所、皆さんご存知でしたか？今から50年前の1966年10月1日、埼玉県下24番目の市として戸田市は誕生しました。市制施行50周年を迎える戸田市、平成28年度どんな1年になるでしょうか。今回は平成28年度の主な事業をご紹介します。神保市長、平成28年度は戸田市市政施行50周年の記念すべき1年ですね。50周年を記念した事業も多いのではないですか？はい、戸田市はこの市政施行50周年という大きな節目の年を皆さんと共にお祝いし、また戸田の良さを市民の皆様と改めて共有するため、平成28年度はさまざまな事業を展開してまいります。特に市政施行50周年記念日にあたる今年の10月1日には、市政施行50周年記念式典を文化会館で盛大に挙行するとともに、戸田50歳と銘打ったお祭りを同日に開催いたします。戸田50歳ではさまざまな出店に加え、町会の皆さんによる出店ブースを予定しているほか、オープニングパレードや子どもが主役となる子ども村、夜には市役所庁舎へ向けたレーザーマッピングなど、どの世代でも楽しめるようなさまざまな企画を用意しております。戸田50歳というお祭りのネーミングもいいですね。その式典やお祭りの中身はどのようにして決めているんですか？はい、市政施行50周年記念式典や戸田50歳などの記念事業については、市民、議会、市内団体の代表者などで組織する戸田市市政施行50周年記念式典実行委員会が中心となり、検討を進めています。さらに各イベントの詳細については、市民、議会、市内団体の代表者及び公募職員で構成する式典部会、祭り部会、広報 PR 部会という3つの部会において会議を重ね、検討していただいております。戸田50歳というネーミングについては、祭り部会の皆さんで提案され採用されたもので、戸田市が生まれてから50歳とお祭りの祭をかけた、とても良いネーミングだと思います。まさに市民の皆様との共同で作り上げている記念事業なんですね。今から10月1日がとっても楽しみになってきました。それでは神保市長、その他の市政施行50周年記念関連事業についても教えてください。はい、それではいくつかの50周年記念事業を紹介させていただきます。まずはじめに生涯学習の分野から市史編纂事業をご紹介いたします。これまでの戸田の歴史を振り返り、書籍としてまとめ上げることで、市民の皆様に市政の歩みを分かりやすくお伝えすることができるようになります。また先人たちの活躍や戸田への思いを学び感じることで、ふるさと戸田への誇りと愛着がさらに高まり、未来に向けての市政発展の礎が築かれていくことを期待しています。次に自然環境の分野から、緑の外環道事業をご紹介いたします。水と緑のネットワーク形成プロジェクトの重点地区である西湖ドーマングリーンパークと美女木地区を横断する外環道側道へ壁面緑化を行います。これにより緑の増加と生物の誘引を目指します。最後にスポーツレクリエーションの分野から、全国市町村交流レガッタ戸田大会をご紹介いたします。戸田はボートの町として発展を続け、今なお全国から多くの選手が訪れております。この度1964年のオリンピック東京大会では競技会場となり、ボートの聖地となった戸田ボートコースで市政施行50周年を記念し、全国市町村交流レガッタ戸田大会の開催を招致できたことは、ボートの町戸田を PR する絶好の機会と捉えています。大会を大いに盛り上げていきたいと考えておりますので、出
場されるクルーの皆様には優勝を狙って頑張っていただきたいと思います。ぜひ市民の皆様もボート競技の観戦にいらしてください。以上、50周年関連事業を抜粋して紹介いたしました。戸田が50歳を迎える年を市民の皆様と共にお祝いし、またこれからの未来に向けたスタートとする瞬間を皆様と共に迎えることができ、戸田市長としてこんなに嬉しいことはありません。市民の皆様、これからもふるさと戸田に誇りを持ち、これからも共に成長していきましょう。まだまだたくさんある50周年事業の中から一部を神保市長よりご紹介いただきました。ありがとうございました。戸田市市政施行から半世紀、戸田市を取り巻く環境も変化してきました。少子高齢化社会、人口減少等々、戸田市は平成28年度の事業でも柔軟に対応しています。それでは50周年記念事業以外の主な事業についてもご紹介しましょう。戸田の未来は戸田市13万人総活躍する未来。未来の戸田を支える子どもたちへの教育環境の整備、子育て環境の整備は重点を置かなくてはならない事業です。待機児童解消もその一つ。本年度も民間の認可保育園に対して助成を行うとともに、事業所内保育事業への補助も合わせ、待機児童の解消を進めていきます。教育の面では、現在パソコン教室でデスクトップパソコンを使用している小中学校にタブレットパソコンを導入し、ICT 環境を整備していきます。また全国の中でも先進的な取り組みで注目を浴びている戸田市の英語教育においては、今年度より中学校3年生を対象に英語検定3級を受験する費用を一度だけ全額補助します。中学校卒業段階で英語検定3級程度以上 50% の実現を目指します。親子保険事業では、福祉保健センターに母子保健コーディネーターを専任で配置、妊娠期から出産・子育て期にわたる切れ目のない支援を実施していきます。今後、人口減少が予想される中、ますます女性の就業する機会が増えることが予想されます。女性が活躍できるまちづくりのために、戸田市は子育て支援を多面的に支援しています。また事業者を訪問し、女性の雇用に関する調査を行うなど、働く女性を応援していきます。魅力ある未来を目指し、まちづくりを進める戸田市。現在、戸田駅周辺や北戸田駅周辺は土地区画整理事業が着々と進んでいます。快適性と利便性に配慮したにぎわいのあるまちづくり、その未来像が少しずつ現実になっていきます。さらに地域の拠点となる町会会館の整備について、その費用を補助し計画的に進めることで、地域の人々が集い助け合うコミュニティを形成していきます。平成28年度、戸田市は50周年を迎えます。そして戸田の将来都市像の計画である戸田市第4次総合振興計画の後期基本計画がスタートする年でもあります。市政施行から半世紀、発展を遂げてきた戸田市。公共施設も老朽化する中、効率的に公共施設再編を進め、戸田市の将来像に向けて有効活用していきます。これから先の50年、戸田市はどんな街になっていくのでしょうか。いつの時代も市民ニコニコ顔の街へ、市民の皆さんでつないでいっていただきたいと思います。それではまた来月お会いしましょう。お楽しみに。